1969年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第21回大会である。5月にハラマサーキットで開催されたスペイン GP で開幕しオパティアサーキットで開催された最終戦ユーゴスラビア GP まで全12戦で争われた。フランス GP がカレンダーに復帰しユーゴスラビア GP が新たに加わってこの年の世界選手権は 全12戦となった。開幕戦となったスペイン GP は前年まで開催地としてきたモンジュイックサーキットを離れ、初めてハラマサーキットが舞台となった。この年、ロードレース世界選手権に2つの大きな変革があった。一つはポイントシステムの変更であり、前年までは6位までがポイント対象であったものがこの年から10位までポイントが与えられ、 1>, 1位のライダーに与えられるポイントは従来の8点から15点となった。この変更により前年までと比べて2倍近い数のライダーがランキングに名を連ねることになった。ただし成績の良い上位数戦のポイントを有効とする有効ポイント制は従来のままである。そしてもう一つの変革がマシンに対するグランプリ始まって以来の大きなレギュレーション変更である。 1949年にロードレース世界選手権が始まった時、マシンに対する規制はターボやスーパーチャージャーなどの下級機の使用が禁止された以外は排気量さえ守れば、あとは何でもありとも言えるものだった。そのような中で技術競争がエスカレートしてエンジンは高出力、高回転を目指して多気筒化され、またそれに伴って極端に狭くなった。 パワーバンドに対応するため変速機は多段化されてきた。やがてホンダの5気筒 125cc や6気筒 250cc、あるいはクライドラーの18速ギアボックスを持つ 50cc などの市販車とは、かけ離れた極端なマシンが登場するに至り、強大な資本を持つ大メーカーしか勝てるマシンを作れないという状況に、 危機感を持ったフィムはエンジンの起動数とギアボックスの段数を制限するレギュレーション変更を発表したのである。この大掛かりなレギュレーション変更により一世を風靡した日本メーカーのワークスマシンの多くがグランプリに出場することはできなくなり、1967年シーズンをもってワークス活動を停止したホンダ。 鈴木に続いて、ヤマハもこの年からワークスチームを送らないことを決定した。代わって、ヨーロッパの小さなファクトリーのマシンを狩るライダーたちには大きなチャンスが生まれることになった。一方、ヤマハや川崎は新レギュレーションに適合した市販マシンをリリースして多くの力のあるプライベーターたちに歓迎された。イギリス製の単気筒マシンに代わって、パトンやリントといった 新たな日記島マシンが現れたものの 500cc クラスの状況は前年とほとんど変わらずメガボルトアグスタの3気筒を狩るジャコモ・アゴスチーニが再び出場したすべてのレースで優勝するという強さでタイトルを獲得した第6戦のベルギーでは3位以下を周回遅れにするという圧倒的な速さを見せているアゴスチーニが欠場したイタリア GP ではアルベルト・パガーニが リントにグランプリ初優勝を最終戦ユーゴスラビア GP ではコドフリーナッシュがノートンにグランプリ最後の勝利をもたらした。ヤワの 350ccv4 前年ヤマハのチームメイトであるフィル・リードと 250cc クラスのタイトルを争ったビル・アイビーはリードのチームオーダーを無視した行動によってタイトルを奪われたことに激怒しオートバイレースからの引退と4リニへの転向を 発表した。しかし、アイビーはヤワからの誘いによって、今度は 350cc クラスのライバーとして二輪レースへの復帰を果たした。ヤワの2ストローク V 型4気筒は信頼性には、乏しかったもののジャコもアゴスチーニの3気筒をメガボルト、アグスタに十分対抗できるだけのスピードを持っており、シーズンが始まると、アゴスチーニが順調に勝利を重ねる一方で、 アイビーもマシントラブルに悩まされながらも、ダッチ TT では一時トップを走るなどの速さを発揮し、前半の4戦中2戦で2位表彰台に上る、活躍を見せていた。しかし、第5戦東ドイツ GP の予選中、エンジンが焼きついたマシンから投げ出されたアイビーは、重傷を負い、搬送された病院で死亡した。アイビーというライバルがいなくなった後は、 アゴスチーニの進撃を止められる者はおらず、500cc クラスと同様にアゴスチーニは欠場した、終盤2戦以外のすべてのレースに優勝し、2年連続となる 350cc クラスタイトルを獲得した。前年圧倒的な強さでタイトルを取ったヤマハがワークスチームを撤退させたことにより、250cc クラスはヤマハの2ストローク2気筒の市販マシンに乗る。 ケント・アンダーソン、4ストローク4気筒のベネリのケルキャラザース、そして2ストローク単気筒エンジンを、モノコックフレームに搭載したオッサのマシンを狩るサンチャゴ、ヘレロラによる激しいタイトル争いが繰り広げられることになった。開幕戦のスペインでは、地元のヘレロが、自身とオッサにとっての初勝利を飾り、続く、西ドイツ GP ではアンダーソンが、 スウェーデン人初のグランプリ勝利を記録した。第3戦でヘレルが2勝目を挙げた後、マンジマ・ TT では、キャラザースがベネリでの初レースでグランプリ初勝利を飾り、第5戦のダッチ TT では今度は、キャラザースのチームメイトであるレンツパゾリーニが初勝利を挙げた。このようにレースごとに勝者が変わるという展開が、シーズンの終盤まで続き、 タイトル争いは最終戦を迎えた時点で参照を上げていたヘレロアンダーソンとキャラザースがわずか2ポイント差で追うという接戦となっていた。そして最終戦ユーゴスラビア GP を制したキャラザースが逆転でタイトルを獲得し、このレースで3位となったアンダーソンがランキング2位、ポイントを獲得できなかったヘレロはランキング3位でシーズンを終えた。すでにレギュレーション変更によって、 翌シーズンから 250cc クラスは2気筒以下に制限されることが決まっており、ベネリの4気筒は出場することができる最後のシーズンにタイトルを獲得したことになるが、これは同時に4ストロークのマシンが獲得した最後の 250cc タイトルでもあった。日本製ワークスマシンがいなくなった 125cc クラスでは、日本の川崎が1966年にリリースした。 2ストローク水冷2気筒の 125cc、市販マシン化 I が再び注目されるようになった。技術競争のエスカレートによって、デビュー翌年には V 型4気筒の数にとって変わられたか、I だったが、もともと10速だったミッションを6速仕様に変更することで、新レギュレーションの下でも出場することができ、後方排気ロータリーディスクバルブで30馬力を発揮したエンジンは、 ヨーロッパ製のマシンに対しては十分な戦闘力を持っていたのである。このマシンでデーブ・シモンズは第2戦西シドイッツ GP で初勝利を挙げたが、これは川崎にとってもグランプリ初優勝だった。シモンズは MZ が新型のタンデムツインの熟成不足に悩まされている間に連勝を重ね、カイと同様に 古い鈴木のマシンを持ち出したディーター・ブラウンやセース・ファン、ドン・ゲンラを抑えて発祥を上げてタイトルを獲得した。これはシモンズにとっても川崎にとっても初めての世界タイトルだったが、日本のメーカーが 125cc クラスのマニファクチャラーズタイトルを獲得するのは1961年以来9年連続となった。この年、タイトル争いが最も接戦となったのが 50cc クラスである。 前年タイトルを取った鈴木をはじめとする日本製の日記等マシンがレギュレーション変更によって走れなくなるとスペインのデルビ、ドイツのクライドラー、オランダのヤマティといった勝敗気量者を得意とするヨーロッパのメーカーのマシンたちがこのクラスの主役となった。まずクライドラーの R とトール戦が開幕から3連勝でシーズンをスタートし続く3戦はバリー・スミスとアンヘルニエトによって デルビのマシンが3連勝、そして残る4戦で、ヤマティノポール・ロデウィックスが3勝を挙げるという、シーズンを通して3メーカーはほぼ互角の戦いを繰り広げた。タイトル争いは2勝ながら2位3回に3位1回と、着実に上位でフィニッシュしたニエトが3勝のトール戦を1ポイント差で、抑えて、最初のライダースタイトルを獲得し、ニエトとスミスの手で、計4勝を挙げた、デルビが、 日本社以外では、初めての 50cc マニュファクチャラーズタイトルを獲得した。500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、編集 50cc クラス、編集 500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、編集 50cc クラス、 編集、ありがとうございます。